はい、小5の英語ですね。はい、で、今日はね、ワークということでね、34ページ入ってきました。薄い方、初めての英語の方がね、復習ということで、今日は This is, That is の文章にね、戻っての復習ですので、まあ今日新しく進んだところといえば、こちらのワーク34ページということですので、今日はこちらに関しまして、まあ見ていってみようかなということでございます。はい、基本文です。What do you want to be?What do you want to be? ね、なんちゅう調子ですね。はい、ファットなんていうのはさ、ね、前から出てきてますね。はい、何なんていう意味でした。ね、はい、で、you, あなたは。ね、あなたは。ね。はい、そしてね、この want to be というのがね、まあ、ちょっとこれがまた高度なものでしてですね、want to という形で、want to ね、ここがね、この一続き、この want to でね、何々したいという意味になるんだね。何々したい。はい、で、この be という言葉が、はい、これがね、なるという意味があるんですね。はい、ですから want to be で、なりたい、なりたい、なんていうようなね、意味になってくるんだよ、ということでした。はい、ですから、What do you want to be? ね、はい、どんな意味になるのかなと思えば、はい、あなたは、ね、意味としては、まず、はい、主語、あなたは、はい、そして、What? 何に I want to be? なりたい、はい、ですかね、いうような、こんな感じなんだね。はい、ですので、例えば将来ね、こう、なりたい職業というかな、そんなものを聞きたいとき、ね、この What do you want to be? ね、なんていうふうに聞いてあげるわけですね。はい、そうしますと、まあ、聞かれたんです。あなたは何になりたいですか?ね。ですから、はい、何々になりたいんですよ。なんていうようなことで答えていきましょう。はい、I want to be a baker. I want to be a baker. はい、I というのは私はでしたね。はい、そして、ここの want to に関しましては、今と一緒、何々したい。ね。はい、be も一緒、何々になる。はい、ですから、まあ、ここの部分内ね。はい、ここの部分内ね。はい、a baker。ね、なんてなってますね。I want to be a baker。私は何になりたいんですかね。はい、ベーカーって何すか?ね、いうことになりますと、一応ね、このワークの中では、パン焼き職人。まあ、パン屋さんね、パン焼き職人ということになってます。はい、ですから、はい、何になりたいのと言われて、私は、はい、パン焼き職人ですね。はい、パン焼き職人。職人ですよ、職人ですよ。はい、パン焼き職人に、はい、なりたいです。ね、いうふうに、ね、なってきたということでございました。はい、ですので、ここの、今回ね、パン焼き職人ということで、a baker ね、なんていうところだったんですが、はい、ここを例えばです。はい、こんな感じで、はい、ね、I want to be a, これなんだ、teacher ね、teacher なんて呼んでいきますね。はい、teacher ね、一応書いていく、teacher ね、teacher ね。はい、teacher ってどんな意味でしたっけって言ったら、はい、先生ですよね。はい、ですから私は先生になりたいんだよ、なんていうことであれば、I want to be a teacher と言ってあげてください。はい、ドクター。ね。I want to be a doctor. はい、ドクターってなんだっけ?はい、医者でしたね。はい、ですから、私は医者になりたいんだよ。ね、言ったりするときは、じゃあ、I want to be a doctor. ね、言ってあげればいいわけだね。はい、サイエンティス。ね、サイエンティストと呼びますね。はい、サイエンティストね、科学者という意味です。はい、ですから、私は科学者になりたいんです。ね、I want to be a scientist. I want to be a scientist と言ってあげる。はい、それから、ね、はい、singer、歌い手、歌歌手ですね。はい、ということなので、はい、じゃあ私は歌手になりたいです。なんていうことであれば、I want to be a singer. ね、I want to be a singer. ですね。はい、それから、これなんだ?サッカー。ね、サッカー、はい、プレイヤー。ね、サッカープレイヤーですね。はい、サッカープレイヤーね、プレイヤーっていうのは選手という意味です。はい、ですので、はい、ここではサッカー選手。ね、というふうな意味で取ってあげて、はい、私はサッカー選手になりたいです。なんていうことであれば、I want to be a soccer player. ね、なんていうふうに言ってあげるということであったということでしたですね。はい、そんな調子で、今日は将来なりたいもの。ね、ということで、あなたは何になりたいですか ?What do you want to be?What do you want to be? はい、そして
私は何々になりたいです。I want to be なんちゃら。ね、I want to be なんちゃら。ね、今回はパン焼き職人ということで、a baker だったけれども、はい、a teacher にしたり、a doctor にしたり、a scientist、a singer、a soccer player、ね、なんていう風にして、それぞれ自分の、ま、夢みたいなものをね、言ったりすることが、はい、できるようになりましょうね。っていうのが、今回の、テーマということでございました。はい。ですので、今日はね、ワークの方だけですので、ね、ちょっと短めではございますが、こんなところで終了でございます。では、また。